今ですね、Ruby on Rails で、ルーティングとは何かと、ルートとは何かと、まず今こう見ていただくとですね、今、ジェネレート、コントローラー、ページズ、ホームページってとこまでやりました。そのコントローラーをまず作成したと、ということで、そしてアクションが、ホームページというアクションも作成したとなっています。一体どうなっているかというと、Web ブラウザ上で動きを確認してみましょう。Rails、サーバー、行きましょうか。サーバー立ち上がりました、ではインターネットエクスプローラーに行ってもらって、ローカルホスト3000に行きます。でこのローカルホスト3000に行ってこの画面をですね今ローカルホストの方にいらっしゃいますか、ヤジーモンさんが出てきました、でもこの画面の時に、今作ったコントローラーのアクションキーのところは全部反応すればいいと、でもこれ毎回ですわざわざね、こうやってページーズ、ホームページでね、こうやって本当に打たないといけないと、はい、ね、どういう状況になっているかと言いますと、はい、そうですね。で、これを打たなくても、この2つを打たなくても、このローカルホスト3000ってだけで、この画面を表示したいと。でこの表示させることを、ルーティングの設定と言います。じゃあそれどうやって設定するかというと、今自分の作ったアプリを、Open with Code で開きましょう。開いてもらうと、でどこで設定するかというと、ルートの話ってはルートの項目を見えます。Config ファイルっていう設定とかを全部つかさえるところに行って、このルート RB、Ruby on Rails ですね。でこの Get を見てください。これアクションキーって今のはホームページ。やつを作成するたびに、ジェネレートコントローラーうんちな感じになっていると勝手にこれが出てくれます。でこれをルートにしたいということなんで、つまりスタート画面みたいなやつにしたいんでルートって書いてここを、このマークシャープマークにします。これでもルートのセッティングが終わります。でこれで全て名前を保存して、じゃあ一回うまく回ってるか確認してみましょう。なんでここの部分はもういらないですね。だから消してもらう。はい、これでおしまいです。はい、これできました。ローカルホスト3000によってページとホームページで完成です。ご視聴ありがとうございます。